こんにちは、ピカです。今日はね、都内ね、ドライブしていきたいと思います。ちょっとね、前が渋滞しててね、なかなか進まないんだけど、外ね、こんな感じかな。今日はね、ちょっと千葉の方まで来てるんだけど、すごい渋滞、全然前進まない。はい、じゃあね、で今日はね、ちょっとビジネスクラスしかなくて、ビジネスクラスでパリまで行きますね。で、なんていうのかな、ちょっとね、このビジネスクラスのシートね、ちょっとずつ考えようかな。飛行機は787の8ってやつだね。ダッシュ8ってやつ。これは、今ね、ダッシュ9ってやつがあって、そっちよりはちょっと古いかな。今日は、パリまで行きます、パリまで。ね。はい。スプレーはまあそこそこ大きいね。で、これ2つ、隣の席ね、今日はミミさんと一緒に。パリまで行きますが、もうね、ここがアグリーになっててね、これ閉まるようになってるんで、まあ、普通は閉めて、プライバシーが守れるようになってますが、まあ、ミミさんなんでね、いつ閉められるかどうかわからないですけど、まあ、そんな感じでね、なっていますと。はい。で、まあ、ちょっとシートの説明していくと、まずここは USB と電源がありますと。ね。で、パネルがあって、まあ、ヘッドホンがかかるようになっているという感じかな。でそこに、シートの、ね、コントローラーがついている。ビデオがね、結構なんかね、使いづらい。案外使いづらい。エンターテインメント、キッズ、お食事の予約かな、まあ、JAL のショップがあって、フライトマップ、インフォメーションがあると。映画はね、ちょっと何をやってるか、今日ね、パリまで12時間ぐらいのフライトなんで、長いんでね、映画見る、映画にちょっと、ダイレクト・オブ・カリビアの新しいやつがあるけど、これ、映画館で見ちゃったんだね、俺ね。ザ・マミー、呪われた砂漠の女王、キング・アーサー、キング・アーサー見てねえな、アメリカン、ちょっとね、ディスプレイがよく見えない。もう飛ぶのかな。大丈夫か、まだ大丈夫。はい。で、一応最近の飛行機はまあ、Wi-Fi 入れなければ撮影は OK っていう形になってるんで、一応撮影をしていますと。ね、キングコングはね、ビゾってやつ下回ってないと眠くて。はい。で、このシートね、実はフルフラットにならないんだよ。フルフラットになる、微妙に起きてんだよね、これね。ファーストクラスと差別化するためかどうかわかんないけど、微妙に起きててね、ちょっとムカつくんだけど、ちょっとね、帰りはファーストクラスなんで、ちょっとね、行きはね、空いてなかったんだよね、みんな。もう3日前にちょっとね、この行くことが決まったので、空いてなかったんで、まあ、成田からの便はもうガラガラですね。はい。まだ全然飛ぶ気配はないね。さっき15分かかるって言ってたから、まだあと3分ぐらい飛ぶかな。ちょっと今日はね、長いんでお世話になるかな。あんまりないね。もうララランドの辺はもう見ちゃったんだよね。だいたい1ヶ月に1回はどっか行ってると、
月始めはいいんだよね、この月始めに変わるんだけど月の終わりぐらいになってくると、今ぐらいになってくるともう大体見ちゃってるっていうね話になっちゃうんだよね。なかなか映画がないとフライトきついね。まあ、仕事も一応できるように今回も Mac ですね、これ海外集中用の Mac と、まあ、iPad のちょっとちっちゃめのやつを、まあ、まあ大体海外はこのコンビかな、うん、でも大体クラウドになってるんで別にこの Mac がなくても、まあ、何かあればつながるんだけど、世界中どこでも。はい、ミミさんです。もう寝る体勢なんだよ、これが。もうジーパンのように見えて、これストレッチパンツだから寝やすくなってます。はい、全然飛ばないね。そうだな、眠い、とにかく飛行機は寝てる、まあ、寝てるか仕事してるかだね、本当。まあちょっとこの JAL のタイプはね、本当にちょっと起きちゃうから、なかなかね寝るのが。あ、今の音ね、これもう飛びますよっていう合図なんで、ここでアナウンスが入ります。このパターンは覚えておきましょう。はい、はい、飛ぶ、まあ、ちょっと飛ぶ映像をねお見せして、ここかな、前のあれが急にプログレスになって全然操作できないから、ちょっと待って。あ、でもさ、すごい面白い、 PA インプログレスがボリュームが変えられる、変えられなかった。ちょっと待って、フライトインフォを出して、カメラに変えます。カメラ変わらねえ、バグってる。 iPhone じゃない、 iPhone じゃないのか。よし、フライトマップ、コントローラー、個人モニターで、なんだこれ、カメラが出ないから、ね、外のカメラが出ないから出し方ちょっとあんまりそんなことをしないから俺ちょっと分かんないけど、フライトマップは出てるね。じゃあみんなも一緒に飛んでいきたいと思います。787はカーボン機だから、ないんでね、本当に雲で真っ白、飛びましたね、足も押さえてるっすよ。まあ、まっすぐ向こうにね飛んでいけるから、ひょっとしてあれ
イル領域に飛んでいくんじゃない、なんとなく方向そうだよね。ミサイルより撃たれないことを言うのは、はい、雲を越えたかな、まだ、ね、雲の中光もだいぶ薄くなったかな、もうちょっとかな。席配列は222で、向こう側にも一席あるんだけど、この先にももう一個あって、ちょっとこうずれてるんだよね、斜め斜めでずれてて、でここはもう揃ってて、向こう側もちょっと人がいるから映せないけど、あのちょっとこうずれてるんだよね、そういう感じ。申し訳ないし、ビジネスクラスこんな感じだよっていうね。